はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回はバキシリーズから八重砂4ジュン・ゲバルについて見ていきたいと思います。ゲバルは犯罪エリート集団であるアリゾナ州立刑務所、通称ブラックペンタゴンの服役囚。理由はオリバと戦うために入った変わり者なのでした。そこで今回はそんなゲバルの作中の活躍について見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ゲバルの過去。ゲバルは南米のイッリ島に過ぎない、人口2万人にも満たない小さな国の海賊になり、島の独立を目指します。幼少期から祖父に武術の英才教育を受けていたために、手下にそれを伝授し始め、武器を使用しないゲバル軍団を結成。その後独立を先導しましたが、若いゲバルの言動に島の人々は半信半疑。さらにアメリカ合衆国の大統領ジョージ・ブッシュに目をつけられ、独立を阻止されようとしましたが、ゲバルは大統領の家族にいつでも危害を加えることができることをアピールし、ゲバル軍団とアメリカ合衆国は対等であることを主張。そのまま独立への道を歩むかと思いきや、ゲバルの興味は他にもありました。なんだそれは。それは兵器も持たずに大統領と対等な男、ビスケット・オリバとの喧嘩。そこでアリゾナ刑務所に入り、オリバとの対決となります。それだけのために刑務所入ったのかよ。二人の共通点は一流の頭脳、一流の肉体、一流のリーダーシップがありながら、喧嘩に負けたくないという未熟な精神であり、相違点は戦う動機。ゲバルは戦うために何かが必要と考えるのはむしろ弱みと考えているのに対し、オリバはガールフレンドのために戦うことを信条としています。バーサス元大相撲の総合格闘家。刑務所内で最初に対決した相手は元大相撲の総合格闘家。食事中にこの総合格闘家がゲバルの挑発に乗って、机をひっくり返し喧嘩を仕掛けてきて始まります。戦いは二度行われ、ゲバルはここにいる者にとっての唯一の楽しみである食事を奪われたことで彼を重罪とし、君から自由を奪うと宣言し、監視から拳銃を奪い取って、自分を撃つように煽っていました。拳銃を持った人間の心理を知るゲバルは、あっさりと金敵への攻撃を仕掛け勝利。その後相撲で勝負することになり、ゲバルは看守に彼と食後の運動をしたいと述べて、体育館を無理やり借りて場所を移動します。自由すぎだろ。ゲバルにとっては刑務所も実家同然だな。二度目の対決は体育館大相撲アリゾナ場所での相撲対決となり、相手はゲバルの腰に手を回して持ち上げようとしましたが、持ち上げることができず、ゲバルに耳を叩かれ鼓膜を破られていました。さらにそこから髪の毛を引きちぎって耳の穴に入れ、三半規管に絡ませて引っ張ることで破壊。平行感覚を失った相手は立つことができなくなったため、この相撲対決もゲバルの勝利となりました。これは相撲なのか。まあ相撲でも勝ってただろうけど。その後ゲバルは監視からタバコを奪い取り、吸いながらその場を後にしていました。そして残された対戦相手はゲバルがいなくなったことで監視にそのまま射殺されていました。殺されてしまったのか。バーサスマウス。第2戦目はマウスと呼ばれる3人組との対決。ゲバルと同じ部屋に収容されていた元ボクシングヘビー級王者のアイアン・マイケルが、出所後に統一ヘビー級タイトルマッチをする予定でしたが、この刑務所に IBA 国際ボクシング協会会長ボブ・マーフィーが訪れ、その責任者にアイアン・マイケルが再びボクシングをできなくなるよう依頼したため、マウスが呼ばれたところから話は始まります。なんでマウスなの？彼らは息の合った連携プレイを得意とし、食事をする際にリップ、ブース、タングの3つを連携させることに似ていることから、マウスと呼ばれています。なるほど。一人一人はプロのライセンスなどを持っているわけではありませんが、3人がかりの攻撃でアイアン・マイケルを圧倒。失神したマイケルの腕の剣を切ろうとして再起不能にしようとしたその時、ゲバルが風車と共にでんぐり返しをしながら登場。独特な登場だな。そのまま壁に当たり立ち上がるも、だいぶ酔っていた模様。なんで回りながら来たんだ。マウスに宣戦布告した後、マウスに得意の陣形を取られていましたが、ゲバルは小便を撒き散らし、そのまま円を作って仰向けになって寝転がり挑発。挑発も独特すぎる。相手3人からのかかと攻撃を受け、戦いは終了かと思われましたが、ゲバルにほとんどダメージはなく、起き上がって風を呼び、泥のメイクをして戦闘モードに突入。マウスはここまで意表をついた登場。風車のおもちゃ、放尿、泥のメイク、風と実力と呼べるものがなかったため、ただの演出と侮っていましたが、
一人を竜巻のようなアッパーカット一発で空中へと吹っ飛ばし、戦闘不能にしたことで残りのマウスに化け物と評価されていました。そのためリーダー格のリップの細胞には逃走が命じられ、ゲバルの尿と自分の尿を混ぜて撒き散らしながら脱走。もう一人は連携も取れず戦意喪失したため、この戦いはゲバルの圧勝となりました。戦いの後はアイアンマイケルにお礼を言われ、陽気に接していました。バーサスオリバー。3戦目はいよいよオリバとの対決。恋人のマリアを連れて登場してタキシードを破って囚人たちの度肝を抜く演出で注目を集めます。一方ゲバルは島の中で最も弱虫で、最も勇敢な少年から受け取った容器だけを片手に登場していました。この容器には豪雨と突風と高波と雷が入っており、勇気をもらえるとゲバルは話していました。オリバとの対決はまずルーザールーズから始まります。ルーザールーズ？16世紀にヨーロッパの貴族の間に生まれた決闘のルールで、戦う双方が互いに判決の両端を握り合い、そして殴り合います。判決。判決を離したら負けという単純なルールで、ゲバルは判決ではなく自身のバンダナを判決代わりにしていました。戦いの序盤、先手を打ったのはゲバル。右アッパーや右ストレート、膝蹴りなど連打を浴びせていましたが、オリバはバンダナを離すことなく、むしろゲバルが片手で掴みきれなくなって両手でわしづかみすることになります。それを見たオリバはゲバルを挑発、持ち方を親指と小指だけに変えていました。ですがすかさず髪の毛を使った攻撃から投げ技を仕掛けたゲバルにオリバは動揺し、バンダナを掴みきれなくなってわしづかみに変えていました。それを見たゲバルはさっきのお返しと言わんばかりにオリバを挑発。子供の喧嘩みたいだな。攻撃をし続けるゲバルにオリバは心の中でマリアに謝りながら持ち方をさらに変えていました。そしてジルベルトスタイルと呼ばれる持ち方で挑発されたゲバルも、負けじと持ち方をジルベルトスタイルに変えます。子供か。その応戦を見たバキは単なるハンカチゲームの茶番だと述べ、マリアに抱きついたことでオリバがショックを受け、バンダナが風で飛ばされてしまい、ルーザールーズ対決は終わってしまいます。男と男の戦いにハンケチなど使わずに、男同士のシンプルな倒し合いをしろと罵るマリアにオリバも目が覚めたため、ゲバルは胸にオリバの強烈な張り手を食らってしまいます。ゲバルは自らを鼓舞しながら立ち上がり、ヤイサホーと叫び泥のメイクをして本気モードに突入します。そして強烈な前蹴りを打ち込みオリバをダウンさせていました。しかしオリバは立ち上がり、次のゲバルの攻撃にカウンターで本気の張り手を食らわせてきました。なんとか立ち上がったゲバルは死ぬにはいい日だと言いながら、その言葉の真意を語っていました。どういうことなの？実際は死ぬにはいい日なんて死ぬまでない。いつだって、今日を生きるしかないという意味が込められています。そんな意味があったのか。いよいよフィナーレが近づき、ゲバルは近代格闘技の資格について説明。格闘技が大地を斜めの面としてしか捉えない点に視覚を見出し、垂直に捉えることで地球の核の硬さを利用できると強調。そして決め技地球の核を支えに打つ対空の一撃でオリバに勝利。その後、大統領が現れ土下座し、ハンマユージローが地上最強の生物の座を返上しゲバルにへり下っていました。え？なわけ。そう、勝利後の光景は全てゲバルが見た夢であり、実際にはオリバからのカウンターパンチを顔面に受けて失神し敗北。夢だったのか。しかし試合内容には満足したらしく、次の日ゲバルは密かにロッカーの下に用意していた抜け穴から脱獄してふるさとに帰っていきました。穴掘ってたのか。ゲバルは堂々と表門から出ようと思えば出られる実力ですが、それだと監視たちの顔が立たないため、それを排除して穴を掘って脱走した模様。そんな配慮までして帰るとはなんてやつ。またこの時オリバとマリア宛に彼なりの自国への招待状として、島の私兵を残していました。その後は自身のいた島に帰っており、元の仲間たちと仲良く暮らすことでこの話の幕は降りることになります。以上になります。いかがでしたでしょうか。バキとは一触即発の雰囲気になったり、オリバと共に喧嘩の妨げになった彼を吹っ飛ばしたりもしましたが、結局は一度もまともに戦わずに終わりましたね。バキとの戦いも見てみたかったな。また、大統領の下に送り込まれたゲバルの部下であるカモミール列戦の立ち居振る舞いを見たユージローは、ゲバルに興味を示していましたが、それもその場限りでしたね。なんか蓋を開けてみればゲバルの作中における役割って、バキがユージローに挑む試金石となり得るか微妙な存在だったオリバの、具体的な強さを見せるための引き立て役に過ぎなかった感じだったね。
ですがそんな役割だったにもかかわらず、意外にも多くの人に好かれているキャラクターでもあるようですね。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。